デュアルショック3を修理しようと思ったら潰れてた。アンマンお風呂の準備。今日のアマちゃんでございます。アマちゃんのね、動画がね、前後しちゃったんですけど、昨日と、一昨日のやつね、その前の動画になりますね。アンマンちゃんがね、お風呂の準備で、大好きなね、浴槽の中で遊んでます。わーいって感じ。これからね、お風呂に入れられるとは思ってないんでしょうか。くつろぐわーって感じみたい。さあ、こっからどうなるんですかね。まあ、この続きはまた明日の動画になりそうですね。まあ、水が降ってきたって感じ。それでは本編スタートです。どうもプニでーす。お元気ですか皆さん。今日はね、先日購入したデュアルショック3の動作確認をまずしていきたいと思います。550円か。で購入したんですよね。すごく状態がいいので、これをね、ぜひ使っていきたいなと思っています。少し汚れてるんでね、掃除はしますけどね。というわけで、ちょっとね、コントローラー綺麗にしたんですけど、動作確認していきます。あ、ダメですね。一切ボタンが効かないですね。何も効かない。あれ？ちょっとね、別のコントローラーつけてみますね。あ、これは、動くから、ケーブルとかじゃないね。あれ？これって PC で使えないのかな？いや、ダメですね。一切ね。なるほど。というわけで、ちょっとね、分解してみますか。ね、ネジをね、5本ですね。取っていきますね。よいしょ。それでね、取ってたんですけど、ネジ。ここがね、潰れてる。うわ、ダメだ、これ。ネジが潰れてて取れない。もう完璧に潰れてる。引っかからないもんな、一切な。大体みんなね、ここ、ネジ潰すよね。ダメだ。というわけで、これが使えるかなと思って今出してきたんですけど、これ届かないわ。うわー、ダメだな。というわけで、ちょっとね、考えました。ネジをね、潰れた商品を購入してみました。さあ、やっていきましょう。ネジが潰れたコントローラー。2日間ぐらい空いちゃったかな、間が。こちら、潰れているんですけれども、これをね、取っていきたいと思います。もう完璧に潰れてるよね。まず、1個目の商品がね、ネジ滑り止め液っていうのをね、買ってみました。まあ、これと、もう一個ね、商品買ったんですけど、こっちがね、舐めた精密ネジ外しっていうね、そういう商品を買ってみました。同じメーカーですね。アネックスっていうのかな。じゃあ、こちらから使ってみますか。こちらのね、商品はね、潰れかけたネジに効果ありということで、摩擦抵抗をね、なんていうんですか、大きくして取るっていうことですね。もう一個はね、もう舐めたネジ外しっていうことで、舐めたネジを外す商品ですね。よいしょ。ちょっと出してみますね。
こんな感じか。ん？ロックとかないんだね。なるほど。ちょっと大丈夫かなって感じはするけど、まあとりあえずねやってみますか。まあ左回りにね回せばいいということで、押し付けながらゆっくり左回し、まあ、ネジが取れる方向ですね。押し付ける力が8の回す力2っていう、まあだいたいあれですね、まああのドライバーの基本ですね。それではまず滑り止め剤をね塗ってみますか。あ、なんか黒い液だね。あのねネジにつけるみたいなんですけど、ネジが奥まってるんでまあ無理ですよね。というわけでこっちにつけてみます。うわすごい、つけすぎた。これでいいかな。先っぽにね、ポンって乗っかってるような感じになってます。さあこれで、あー確かに摩擦抵抗は増えてる気がするけど全然ダメだな。全然ダメです。やっぱ潰れかけたネジって書いてあったからな。あ、これってさ、ベトベトするのかと思ったら、なんかね、砂鉄みたい。砂鉄触ってるような感じ。成分はね、ちょっとよくわからないんですけど、磁石につけたらね、くっつかないんで砂鉄ではなさそうですけど、なんだろうな。ちょっと微妙な感じでした。それではもう一つの商品ね試してみましょう。よし、あ、ちょっと待って、これやばいかも。すげえ、うわー、あっさり抜けた。うわ、これはすごいよこの商品。うわ、いいわ。ネジはね、完全に潰れてますね。あ、これはいい。この商品。精密ネジをね、舐めたときはこれが一番最高。ドリルで穴開ける必要もないし。うわ、すげえ。こっちだとね、穴開けるのと、これ逆タップネジになってるんですけど、それで引っこ抜くんですね。で、しかもこういうところだと入らないし。あー、なるほどね。これだともう一発だわ。あ、この商品はいいよ。概要欄に貼っとくわ。むちゃくちゃいい。というわけでね、まあ今回、この3点概要欄に一応貼っときますね。で、この商品はね、精密ネジ以外に使うにはね、すごくいいですよ、これ。これもね、おすすめ。で、これはね、むちゃくちゃおすすめ。これはいいよ。深いところにも入るし。で、これはね、潰れかけたネジに効果ありってことで、まあ、もう潰れちゃったネジにはね、無理だね。まあ大体もう完全に潰れちゃってるからさ。まあこの商品はなくてもいいかな。まあこっちの左2つはね、すごくおすすめなので、一応3商品ね、概要欄に貼っときますね。それではまたね。今日もご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、コメント、評価いただければ嬉しく思います。いや、これでね、分解できたんで。明日はね、このコントローラー修理していこうかなと思います。それではまた明日ねー。